中汚い、うん、やっぱ金色のネックレスしてるとなんかすごいね。え、いい、いい、してていいんだけどね。変だよね。変じゃないよ。ギャル王がちょっと戻ってきて、うん、ギャル王っぽい。え、撮ろうかな、やっぱり。なんかめちゃめちゃ流されるよ。いや、いいと思う。いいと思う。流される人で。変じゃない、変じゃない。いや、俺がつけようかな、それ。あれ、ここまでが策略の一つだったの。これがここまでをつけたいから。ここまでがね。コペに。つけたいから、そういう。そう、コペに行ったみたいに。いや、これ高いの、これ。全然安い。いくらくらいの ?1000 円か2000円。安いな。新企画ショーツでバズりましょう。リアルリアルリアルピース。いやー痛い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 痛こうやって着てる時とかあるじゃん、うん、俺もさ、そういうの持ってる時やつ着たりするの、うん、俺が着るとさ、ナオが着るのと違うの。ナオが着てるとさ、ちょっとブランドに見える。ブランド高く見えるやん。あ、ナオが数が着てるとなんか、どんな高い T シャツでもなんか安くさ3枚で1000円みたいな T シャツに見える。そう、俺が着るとさ、全然安物に見えんの。逆プレミアム。逆プレミアム。逆プレミアム。なんだよ、俺そういうなんか持ってるのかもしれない。価値を下げる男だ。そうそれか、自分の価値が高すぎてこっちが安物に見える。あー、それだな。あ、それだ。俺の価値が低いみたいな。お前もうすごい、これどうするかよ。やばいやばい。どうするか、お前助けろ。ちゃんとそのものを生かせてる。あー、生かすのが上手いんだよ。数は下げるだけ。あ、言ったよね。うん、自分が俺一番、俺一番、お前らは下がれよ。あー、もうすごすぎてね。そう、ナオはちゃんと、そこに自分を合わせてくれる。あー、なるほどね。調節、高いものを着たら、高いところに自分を持っていく。低いものを着たら、低いものに自分を持っていく。もう課長は、こうやってみんな、課長には気をつけろ、ほんとに。人狼の回も見てね。人狼の回も見てね。今、今、うまく収めたぞ。うまく収めた。うまく収めた。最後、バーン。はい、ということで、はい、やってまいりましたー。お部屋。いや、そうだけど。今日はね、うん、ちょっと俺らさ、8月1日にさ、うん、チャンネル登録者数をさ、5000人にするって、うん、そうだね、言ってさ、走り出したじゃん。うん、で、TikTok がちょっとバズったりとか、うん、こう、みんなが、リアピ族のみんなが、うん、こう、みんなに教えてくれたりとか、そうだね、広めてくれてね。最近、動画とかも作ってくれて、ね、TikTok ってね、あれすごいよね。めっちゃ嬉しい、あれめちゃめちゃ嬉しい、ねね、あれすごいわ。そう、で、ライブ中も、撮影 OK にしてんの。うん、もう拡散してほしいから。そうだね。でも今これ撮ってる時は、今放送これが流してる時は何人になってるか分かんないけど、うんうん、これ今撮ってる時は1780人か。その1780人ぐらいまで来て、結構調子いいのよ。ねえ、だってまだこのなんか動き始めてから、その僕らがあ、今来てんじゃねってなってからよ、1週間ぐらい仕方なんてない。で1300いくつが1700までいってるから、そう500ぐらい。ねえ、すごいよね。500ぐらい、すごいよ、マジで。このペースでいったら叶う。ただしかし、そんなバズったけ、バズったりこう TikTok ライブしたりとかこう一生懸命やってるけど、うん、そんなにうまくいかないかもしれない。まあね、まあ、これがずっと続くかどうかっていうのはね、そう、まだ分からん。そうね、現実だからな。そう、そこでいろいろ考えたんだよね。うん、8月1日まで意外に時間がないぞ。ないぞ。うん、気づいた。気づいた、うん、気づくのが遅かったかもしれない。まだ早い、まだ大丈夫。まだ大丈夫。おお、まだ大丈夫。まだ大丈夫。前向きだな、お前。前向きよ。分かった。前向きよ。分かった。分かった。何なの？何が分かったの？片付けない。ちょっと YouTube でも、ちょっと、なんかやっていこうかなって。うん。新しいことをね。新しいことを。そう。で、ちょっと YouTube はさ、今までさ、企画やったりさ、こういろいろこう上がってきてるじゃん、うん、結構さ、YouTube 綺麗だと思う。ちゃんと順番通りにね、こうそうなってる、ストーリーもなってるし、その形がもしかしたら崩れるかもしれない、このおやろうとしてることやったら、お YouTube ショーツに手を出していこうかなと思って。イエーイ、ショーツ、あれだよね、ショーツ、あの YouTube 版 TikTok みたいなやつだよね。そう、動画、そう、ショート動画みたいなやつ。そうそう、だからショーツ、ショーツ。もう一回昔にコウタがその話したことあって、で俺はあ、そうなんだ、でもやらない
んでいいんじゃないってなって、でつい最近なおからそのやった方がいいんじゃないのって来て、じゃあ、うん、おいちょやった方がいいんじゃないの、おい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 どうなってんだよ、どうなってんのかね、流されやすいんじゃない、流されやすいんじゃないの、やっぱちょっとやっぱ言う人の問題から、そうだね、そうだね、は信用できなかったけど、びっくりしたよ、だってあの俺らねグループラインで話してたなおがね提案してくれた時、そう俺は思ったもん、あれこの会話前したけどなぜ今ここで行われてる、俺言った記憶あるの、みんなそう結構あんのよ、結構あんのよ、この子結構あんのよそのね、まあ、前このコロナのさ緊急事態が出る前とかにさ、うん、あの原宿とかさ、そのいろんな場所にね、うん、俺たちは行ってたわけですよ、ティッシュ配りで宣伝活動に、そうそう、でもちょっとその時思ったんです、俺はあ、もしかして平日とかいろいろのも含めたら、うん、TikTok ライブの方がいいんじゃないかって、うん、その提案を LINE でしたんです、はい、うん、みんなに流されたんです、うん、誰も反応しなかった、誰も反応しなかったんです、その後、うん、カズレが言いました、うん、TikTok ライブの方がいいんじゃねってみんなそうだよねって言いました、その時の俺も LINE でいいと思うって言いました、俺は自分のことを長田に言われました俺ね、覚えてないの、ほんとにそう、でしょ送ってね、課長とその話したの、ね、課長、俺さ、このやつさ、前送ったよねって言ったら、そうだよねって言うから認知はみんなしてくれてる、そうそう、ね、でもこの人は、俺の意見はその時はなんか見たのか見てないのかわかんないけど、あたかも自分がTikTok ライブの方が今一緒だって手柄のように、そう手柄のように心の中で多分思ってたよ、みんなあれコウタまだ言ってたから思ってた、これコウタが言ってるやつだな、そう、そういう節がある、だから今回はあのナオが提案してくれたっていう、そう、あのショーツのね、そう、でその前にコウタが提案してたのは覚えてた、今回ちゃんと覚えてた、覚えてた、覚えてた、その時にいやそれは微妙じゃねって言ったのも覚えてる最初に言ったから、いやまだまだって思ったけど、そう2人目が言われたから、あれもしかしてこれ一人じゃないってことは、うんうん、いいんじゃないのかなって、そう捉えたって捉えれば俺は今心は落ち着く、そういう風に捉えていいよ、下手くそかもそのショーツにチャレンジをしようと、そう、うん、でショーツをちょっと一回やって試しで、そうだね、うん、だからみんなにちょっとびっくりするかなと思って、こういういろんな動画ずっと上げてて、いきなり TikTok のあっ、なんだっけそういうのがいきなり YouTube に上げ出したら、そうだね、みんなもえ、なになになにみたいな、びっくりするから、うんうんうん、そう、ちょっとこれから火曜日とか木曜日とか、この動画が上がんないところを狙って、ちょっとずつそのショーツっていう TikTok で上げた動画だから、みんなは見たことあるかもしれないけど、そうだね、そう、うん、あのインスタのストーリーみたいな感じじゃない、そう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 、短い動画をパッてすぐタップして見る、短い動画が上がるかもしれないけど、それが結構 YouTube でこう流れて、そこからチャンネル登録してくれたりとか、こういい、もしかしたら俺らのことを知ってくれる人が多くなるかもしれないから、うんうんうん、ちょっとそれに挑戦してみようかなと思って、おーい、そうで、ちょっと1ヶ月とか2ヶ月やって、うん、絶対全然結果が出なかったらちょっと全部消すかもしれない、あ、うんうん、消えた瞬間、あ、ダメだった失敗したんだな、失敗したんだなってこいつらダメだったんだなって、そう、勝手に思っていたので、そう、ね、そう、ちょっとチャンネル登録者数の目標を達成するためにちょっとそういうのもちょっとこれからあのショーツを出していこうかなっていうただの動画、イエイ報告動画、ね、報告動画、そう、8月1日までにそのチャンネル登録者数5000人が達成できなかったらバンジージャンプ止まらなきゃならないんだけど、うん、日本一のバンジージャンプがもう 250m なの、あ、210だ、210か、210だった、そう、210、だってさ、東京タワーが 333m じゃん、そう、うん、200、あ、その半分の、あのみんながよく登るとかあるじゃん、あのあそこ高いじゃん、そうだね、あそこが150度、そうだね、もう、うん、で210って時点でこの上の展望台らへんだね、東京タワーの上の展望台らへんから飛び降りるっていう感じのバンジー、リアルピース新しいチャレンジ企画、YouTube のショーツでバズりまショーツで、あ、いいじゃん、いいじゃん、新しい企画、リアルピース新企画、月水金は普通の動画あげるけど違う日にショーツをあげて
ショーツでバズりましょう。